風強いな今日。雪予報です、雪予報。そう、雪予報。そうそう、雪予報。雪っていうなんだ。今どこに向かってますか。今スーパーサミットの方へ。サミットですね。今日はサミットで。そうなんですよ。今日ここに新しい食材を探しに。そうそうそう、新しい食材。今日目玉商品があるんです、ね。あ、なるほど。はい、スーパーでそんな珍しいもの手に入るんすかね。あるって聞いてるけどな。なるほど。出来合いの方なんですよ、多分。出来合いなんすか。シェフ、まさか出来合いっすか。あ、牛？牛肉っすね。ちゃうな。あれ今日ちゃうんちゃう。え、マジで。え、ちょっと待って、ちょっと待って。よく、あれ来週って書いてなかった。今週って言ってないの。ちょっと待って、もう一回見る。ヒラヒラ丼か。今日や。あ、合ってる合ってる。じゃあ今日はこの薄切り豚ロースをですね、うん、美味しく、市販のお肉を美味しく食べる方法を。そう、まあ嘘です。あ、弁当祭り。あ、なるほど。お、お、見てください、これです、これです。なるほど、これです。ダーンサミット全店で売り出しました6階のですね、牛タン弁当が発売となりまして。あらあら、もう素晴らしい。今日それを買いに来たんですよ。なるほど、自ら。見てくださいこれ、これほら、これジャケット写ってる本人が買いに来る。はい、ここにいますよ。なるほど。どうすかこれ。寒いけどこの牛タン弁当はね、あったかしいようになってますんで。そうやな、まあこれは、うわー、これは安っ。あ、はい、ということでね、こちらでございます。トリュフが香るというね。いや、もうこれどうしよう、俺ここ買い占めてしまったらさ。でも残り少ないですね。残り少ないな。結構売れてるんじゃないですか。申し訳ないけど僕の今日の晩ご飯になりますから。失礼ですが、すべていただきます。これええんかな。こんななんかもう大人買いしたの初めてや。これおかんとかにあげたいもん。え、ちょっと待って、これさっき写真撮らへん。ああ、もう、はい、もう、ありがとうございます。全部買って帰ります。はい、すみません、ありがとうございます。いや、嬉しいな。じゃあ、こちら買って帰りたいと思います。いや、嬉しいね、自分の弁当がやっぱ売ってるとね。ね、これ僕の牛タン弁当なんですよ。はい。ありがとうございます。たくさん買っていただいてありがとうございます。そうなんですよ。サミットが振り切りたいなと。ありがとうございます。ちゃんと自分で買いましたよ。いや、これはいいですね。はい、ということでですね、無事サミットの方で牛タンベッド、自分の顔入ってるやつね、発売されました。買いました。今から帰って食べたいと思います。さあ、今からこの六角貝特製の牛タン弁当開けてみたいと思います。これはですね、すごい仕掛けがあるんです。ここに紐があるんですね。ポポポポポポポトン。なんか煙出てきたやろ、すごい出てきたやろ。あー、出てきました、出てきました。すっごい出てきたやろ。え、すごい、ミスター端っこで見たやつなってる。関西弁のやつがめっちゃ喋るやつ。熱っ熱っ、やばい、俺の心と一緒ぐらい熱いもんこれ。で、今回ですね、このタンを使っているのは実はですね、牛タンモニターって調べていただくと多分ハサハマ一家っていう店が出るんですけども、タンをですね、熟成にかけた、多分初めてが僕だと思うんですね。その牛タンを使って、今回はプロデュースさせていただいて、熟成ではないんですけれどもタンの弁当を作ったんです。オリジナルのですね、味付けをさせていただいて、トリュフオイルが入ってるんですよ。しかもですね、これポン酢で食べていただくんですね。オープン、ダン。おー、うまそう。で、これはトリュフオイルになるんですよ。ふんだ、うわー、これこんなにポン酢も配合しましたからね。さらにですね、料理人としてこのネギをうわーっといきますね。まんな湯気出てる。どんな湯気出てる。このホクホクいきます。もう口に入れた瞬間にまずトリュフ、ご飯のほどけ方、タンの旨味、タンが20、30になってるから、ほら、タン余る。おい、タン余ってる場合ちゃうぞお前。これがほんまの二枚舌言うてね。こんなん食べれるの嬉しいな。8月のサミットで、7月のですね、27日の明日しかないんですけど、全店舗のサミットで
販売されておりますので、ぜひですね、サミットに行かれた際にはこの弁当と、それから他の方々の有名な弁当もたくさん出てますから、それも一緒に買っていただけたらと思います。素晴らしい晩ご飯をですね、明日雪が降る、その夜にですね、召し上がっていただけたらと思います。素晴らしいタンでした。ありがとう。